ヤシンブラヒミは、フランスパリ出身のサッカー選手。カタールスターズリーグ、アルラーアン SC 所属。アルジェリア代表。ポジションは FW。アルジェリアにルーツを持つ。アルジェリア人の両親を持つ。パリで生まれ、モントルイユで育った。同じアルジェリア系のジネディーヌダンを目標とし、ストリートサッカーで、サッカースキルを磨いた。 1997年から ASB、モントルイユのユースチームに所属した。その後、ブレイズ・マテューイディの目に留まり、2003年からクレール・フォンテーヌ国立研究所に入学した。2004年にパリ・サンジェルマン FC のユースチームに所属し、2006年にスタット・レンヌのユースチームに移籍した。2009年7月3日、クレルモン・フットにレンタル移籍した。 2014年7月22日、FC ポルトに移籍した。9月17日に行われた UEFA チャンピオンズリーグ2014から15の FC バテボリソフ戦でキャリア初のハットトリックを記録した。フランス代表として各年代の代表でプレーし、2009年に UEFAU-19 欧州選手権、2010年にはトゥーロン国際大会に出場した。 だが2013年からはアルジェリア代表としてプレーしている。2014年6月22日の 2014FIFA ワールドカップグループリーグ第2戦の韓国戦で代表初得点を挙げた。アルジェリア代表ブラヒミガポルトへゴール2014年7月23日発のハットトリックを喜ぶブラヒミゴール2014年9月18日。ありがとうございます。